はいみなさんこんにちはヨガジェネレーション代表のミキソウでございます。チャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。今日もレギュラー人インド辛いヨガ哲学講師長由加先生の登場です。はい、ナマステ。ナマステ。よろしくお願いします。お願いします。突然ですが由加先生、はい、聞きましたよ。何ですか ?2024 年4月に どん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 そして来日ねせっかくまあ半分はプライベートでまず帰国されるってことでしょうけれどもせっかく帰国されるんだったら対面でねゆか先生と会って勉強したいっていうところでなんと4月20日のヨガスートラ編が東京・有天寺で対面で行われるとはいそうなんです間違いないですねはい 皆さん、ぜひ4月20日、ゆか先生と会って、スートラ学びませんかということで、はい。まあ、来日告知もせっかくしたことですから、今日はなんかヨガスートラに関することを聞いていきたいなと。はい。思ってるんですが、なんかね、これお問い合わせです、生徒さんからの。はい。うん。これね、意外にね、僕ね、ヨガ界20年ぐらい携わってますけど、うん。 ロンサトまでは全然あの大げさに言い過ぎなんですけど、あの、これ結構聞いてる話で、いいあのヨガスートラム、まあ、ギータとかいろんな書物が日本語で翻訳されるじゃないですか。はいってことは、モノ本のもともとの経典から人の手を経て、フィルターされて、こう、語変換されるわけですか。はい。 変換の担い手が変わるわけじゃないですか。はい。ってなると、やっぱり日本語ってすごく難しいので。なんかニュアンスが変わる説みたいなのを。聞いてるんですけど。いっぱいあります。<laughs> 本当ですか。<laughs> 本当です。なんならサンスクリット語からヒンディー語に変えた時点でも。結構分かれちゃったりしてます。ここについて、ちょっと解説いただきたいんですけど。 はい了解ですそもそもこのスートラって呼ばれてる経典って、うん、もう大事なエッ,センスエッセンスを凝縮したものなんですねすごい短いものなんですね。うんはい、っていうのがあの一つでまずこう短くしすぎちゃって簡潔だから解釈が分かれるっていうのが一つと、うん、あともう一つサンスクリット語の問題があってサンスクリット語って文法の順番だとかが決まってないんですね。うん 主語実語動詞みたいな順番が決まってないので、うん、なのであの部分的に読み方によって全然違う意味に読み取れてしまうっていうことが非常に多いので、うん、なので、うん、インドの経典訳す時に人によって句が違うことってすごく頻繁に起きるんですけれども、はい、でもこれあの誰かが間違ってるとかじゃなくて大体はもう両方の意味が あの文法的に読み取れるよねっていうことが非常に多かったりします。まあ、っていうあの大前提があった上で、あのー、もっと大きな根本的な問題もあるんですけれども、そもそもヨガスートラってものにこう限定したときにヨガスートラのヨガがどんなヨガなのかなっていうのも派閥で分かれてるんですね。で まあ、ちょっと代表的なところで言うと例えば私が普段あの生徒さんにおすすめしまくっているこのヨーガ根本経典佐古田先生っていう先生が書かれたんですけれども、はい、だいぶ古いもう多分40年ぐらい前の本なんですけれどもこの時代のトレンドっていうかまあ世界的なあの考え方その時の有名な説っていうのがこのヨガスートラっていうのは三脚哲学を 体現したヨガだよっていうふうに言われてたのでヨガってていう呼び方をされてたんですね、はい、でそれに対してだいぶ今時間が経ってきたので、うん、また違う考え方をされてる先生がどんどん増えてて、うん、で例えばなんですけど私が好きなあの日本人で比べるとバンバ先生っていう先生がいるんですけれども、うんはい、バンバ先生 は逆にこのヨガスートラっていうのは三脚哲学っていうよりは仏教に近いんじゃないかっていう考え方をされてて、うん、でこれ正直あのバッとどっちが正解って出すことができないんです。というのもヨガスートラって結構その当時の流行りものを使ってるので、はい、なので。 三家哲学の言葉も使ってるし、うん、でも仏教の用語をコピーペーストしてきてる場所もあったりするので、うん、どっちにパタンジャリさんが重きを置いていたのかっていうのは実はわからないので、えー、<laughs> でパタンジャリさんが誰かもわかんないぐらいなので、うん、そんな感じなのでその結果、あのーまあ、三家哲学によった解釈をする先生もいる。うん によった解釈をされる先生もいる、うん、で今のインドの先生っていうのはどっちかっていうとベーダンタ派の主流あの流れの先生が多いのでベー、うんうん、ダンタの流れに沿った先生もいるっていうインド人の,せあの先生の翻訳だとそうなるので、うん、そうするとその先生がどんなヨガを信じているかによって違うことが出てきてしまうっていうのは非常に多々あったりします。 <laughs> でもどれが正解ってことはないうんまあ多分その、まあ、古い経典なので、まあ、1800年前だとかに戻ってパタンジャリさんに聞いたら分かるかもしれないんですけど <laughs> まだ残念ながらタイムマシンができてないのでなので現時点ではどうとでも読み取れるっていうのが正解かなと思いますじゃあ,あの今からヨガスートラーちょっと なんか把握したい、ざっくりとちょっと理解しときたいっていう人は。何を勉強すればいいんですか。<laughs> そうなんですよね。はい、そこでも。これも人によるんですけれども、うん、だから、ヨガってこう、先生選んでつきましょうねって言い方をいつもするんですけど。なるほど。私の先生はインド人の先生だけれども、サホダ先生の考え方に非常に。 近いので、私がこうお話しするときは割とこう。三家哲学よりのお話をするしで、これがピンと来なければ、やっぱり自分自身に合う。先生が多分正解としかうん言えないんじゃないかなと思います。<laughs> なんかこんな話をしたら絶対に怒られるんでしょうか？なんか推し活みたいですね <laughs> かもしれない、はい、まああのー、ねあの今の話で言ったら永井先生はあの「のさほだ推し」みたいな、はい、でまあ馬場 <laughs> 先生推しがあってもいいんじゃないかみたいなところだっで、はいまあ、バンバ先生も好きなんですけれども選ぶとするとさほだ先生のようなスートラが好きです。 来日されて、対面でね、一日でこうヨガスートラを勉強しましょうっていう、まあ、人気の講座、対面講座があると思うんですけど、この,場この対面講座のベースはさほダ推しサホダ推しです <laughs> 推し、まあ。もちろんベースがインドの,、ね、あのユガ先生のおし匠さん <laughs>、まあ、もんベースの、ねあのの。もちろん、あのはい、私の先生の,あの解釈でっていう形なんですけど、うんまあ、日本語で出版されている中だとさほど先生に近いんじゃないかなと思います。 いいいいうことででいいですね面白いですねね面白まあ捉え方っていうのはやっぱり本質的になればなるほど抽象度も上がりますし、ね、そうなった時になんかこう表面的なこの言葉とかこの意味というよりはもう少し本質的に大きく捉えるっていうところが大事になってくるその中ではねなんかこう角度がまあどうだろうな180度違えば真逆みたいな感じになるのかもしれませんけれどもこれがなんか なんか30度の違いってそこまで大きな違いにならないんじゃないでしょうかっていうような僕にはそう聞こえるんですけれども皆さんにとってね何推しで学ぶかこれは別に大した問題じゃないと思いますまずは興味を持って一歩踏み出してみるということが大切なように聞こえますのでよかったら皆さん今年2024令和6年でしたっけ 強がすからの学びの開花年にしてみませんかということで4月20日いよいよゆか先生来日して対面講座が東京でありますということで詳細こちらに載せておきますのでよかったらチェックしてみてくださいとゆか先生今日もありがとうございましたはいどうもありがとうございましたあの来日お待ちしてますはい楽しみにしてますそれでは皆さんまたお会いしましょうではでは